どうも皆さんこんにちは、ガズでございます。今回もですね、このウクレレを使っていろんな曲をやっていきましょう。はい、今回はビートルズです。洋楽 Let It Be をやってみようと思います。コードはですね、なんとたった4つでございます。ちょっと確認、 C と F と G7 と Am ってことになっております。はい、もしこの表を見てなんだかわかんないっていうことはですね、こちらの方にリンク貼っておきますので、そっちから見てくださいね。とにかくでも最初持ったその日にでもこれできちゃうような簡単なんですけれども、もちろんね、歌詞英語なんで、はい、もしできなければですね、ラララで言うのもいいと思いますよ。ラララララ、はい。とにかくじゃあちょっと一回やってみますが、1番は、超シンプルに簡単でやって、2番はちょっとフレーズ入れます。その後にちょっと解説を入れますんで、ご覧になってみてください。じゃあ、When I find myself in time, walk through the American dream, speaking word of wisdom, let it be. And in my hour's darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be.はい、ビートルズの Let It Be ウクレレで4つのコードでアレンジしてやってみました。はい、もう一回確認しますがね、コード4つです。ちょっと順番に見ていきましょう。まず C ですね、1本下1本 Am 1本 F はですね Am 押さえたところにこの2弦の1フレットを人差し指で足す、はい、G7 は人差し指をそのままにこことここを押さえて三角形をここで作る、この4つのコードを行ったり来たりしてますんで、はい、やってみましょうね。途中フレーズが入りましたね。さっき のコード表のところにピンク色で示した部分がその部分に当たるんですけど、 F から C に行く途中にメロディーがちょっと入ってるんです。これを入れるだけでちょっと かっこよくなりますので、そこをちょっと練習してみましょう。まず口で言いますよ。 F から C の間、でん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 、これをここの弦を使ってやってみるんですけど、まずですね、F を押さえてるとき2弦の1フレット人差し指を押さえてますね。はい、ここです。これを F を押さえたらすぐ0にします。開放弦0ってことは、そして3弦の2フレットここを押す。 F から0、2、4、もう一回いきます。 F から0、3弦の2フレット4、まあメロディーだけでやるとピーパーパーこんな感じになりますが、ちょっとこれさらっと入るだけでかっこよくなります。ピンクのところにそれを入れてみてください。まあもちろんね、これ英語の曲なんですが、ラララとかルルルでやっちゃってもかっこいいですよ。これララ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 ラ、こんな感じです。とにかくですね、どんどんウクレレを使って
いろんな曲にチャレンジしてみてください。すごい奥深いですよ。もうこんなちっちゃいのにいろいろできてすごい楽器です、ウクレレは。はい、そして今使ってたウクレレはですね、私が超弾きやすく弦高を限界まで下げているカスタムしているガズカスタムウクレレ。こんなご注文とか、まあ、ご質問なんかもあのメッセージとか Facebook もあのこちらのやつでやってますんで、よかったらどんどんリアルでつながっていってください。ウクレレ教室出張もしてますし、トークショーとかなんだライブだとかもう何でも何でもかんでも呼んでくださいね。はい、そんな感じでどんどんウクレレやっていきましょう。ガズレレのガズでした。どうもありがとうございました。さようなら、バイバイ。